アメリカ海兵隊武装偵察部隊とは、アメリカ海兵隊所属の特殊作戦能力、保有部隊である。主任務はその部隊名の通り威力偵察であり、海兵隊では、特殊部隊と公式には認めてはいない。そのため、アメリカ陸軍特殊作戦コマンド所属の、グリーンベレーやアメリカ海軍特殊戦コマンド所属の、 ネイビー・シールズのように、アメリカ特殊作戦軍の管轄下には入っておらず、アメリカ海兵隊が直接指揮、管轄を行っている。異化通称である、フォースリーコンと呼称する。4人1組で行動する、フォースリーコン、フォースリーコンは主に敵地における、威力偵察を主任務とする部隊であり、本体上陸前の偵察や、場合によっては、敵地攻撃も行う。ちなみにあくまでも、 戦闘石膏が任務であり、本格的な吸収は、一般海兵隊員及びフォースリーコンと、同じく海兵隊の特殊部隊である、海兵特殊作戦部隊が行う。偵察部隊ではあるものの戦闘能力が高く、CQB、射撃、爆破等に長けており、その実力は、ネビー・シールズにも匹敵するとされる。また、さらなる交戦を余儀なくされた場合、彼らには、 艦砲射撃や戦闘機、爆撃機を使用した攻撃の権限まで与えられており、加えて、油田、船舶への奇襲、人質救出、敵陣地破壊などの強襲攻撃型任務も可能である。海兵隊は陸軍の空挺部隊とともに緊急展開速を部隊として派遣される。航空機で短時間に展開できる反面、装備が不十分な空挺部隊と比べて、 艦艇で移動することの多い海兵隊は、重装備で認知に赴けるという利点が存在する。それゆえ、フォースリーコンは、多少困難が想定される。状況下においても、戦略上有益と判断された場合は、作戦地域に向けて、偵察や襲撃に投入される。装備面では、核監視装置や衛星、秘匿通信システムなどの最新機器を使用し、 地上のあらゆる場所から司令部へ向けて情報を送信できる。フォースリーコンの主な任務は海兵空地任務部隊の上陸時における支援及び援護である。フォースリーコンは本隊が進行する際、事前に想定作戦地域に展開し、上陸地点の選定誘導、偵察、監視、石膏などの情報収集を行う。海兵隊では、 唯一空挺降下作戦が可能な部隊であるがため、本体の上陸後は、空中機動部隊として参戦し、航空機での敵地潜入、長距離偵察を行う。また、敵人の情報や生物兵器や化学兵器の有無の確認、敵用陣などの監視などにも当たる。アフガニスタン、イラクにおいても、フォースリーコンは、グリーンベレーや、デルタフォースなどの部隊よりも先に潜入し、 事前に敵地地形や辞任配置、現地の情報収集などを行ったとされる。前身となる部隊は第二次世界大戦下で創設され、太平洋戦争のガダルカナル島上陸作戦で主力部隊として第一戦で活躍。その後の朝鮮戦争にも投入され、富山や新川への上陸作戦に従事した。1954年からの3年間、 正式なフォースリーコンを作るため実験部隊が創立された。1957年6月19日、カリフォルニア州でフォースリーコンとして新たに創設。ベトナム戦争においては苦戦を強いられながらも長距離偵察作戦を遂行し、ベトコンに大打撃を与えた。ベトナムから撤退後、1974年に一時、休眠するが、 1982年に活動を再開し、1987年のパナマ侵攻や1991年の湾岸戦争などでもアメリカ軍の先兵として偵察任務に当たっている。近年では2002年のアフガニスタン侵攻やイラク戦争にも投入され戦果を収めている。2006年アメリカ海兵隊特殊作戦コマンドの創設に、 伴い部隊の再編成が行われた。第2および第1武装偵察中隊の任務が順次解除され、経験豊富な隊員は新設された、海兵特殊作戦大隊のチームに選抜。残りの隊員は、師団所属偵察大隊令下の新部、偵察小隊からなる、デルタ中隊として編成された。2008年10月、海兵隊司令官の指示により、第一および、 第二偵察大隊の D 中隊は武装偵察中隊として再任命され海兵衛星軍指揮下に置かれた。また沖縄の第三海兵衛星軍でも武装偵察中隊が設立された。VBSS の訓練を受ける武装偵察部隊の直接行動招待リーコンの選抜訓練はアメリカ軍内でもシールズに並ぶほど過酷な訓練を繰り返し、 陸、海、空すべてにおいての作戦行動ができる技能を身につける。ありがとうございます。